テレビ広報トスの時間です。今回は鳥栖市で開催される行事や催しについて情報管理課の勝木さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、鳥栖市ではこれから様々な行事や催しが行われるということですが、どのようなものがありますか？はい、まずはこれから3月4月にかけて鳥栖市民文化会館で開催されるコンサートツアーなどをご紹介いたします。まずはこちらをお聞きください。この曲はあの方ですね。そうです、山崎まさよしさんのデビュー20周年のアニバーサリーツアーが鳥栖市で開催されます。数々のヒット曲と抜群の歌唱力の山崎まさよしさん、今回は彼の魅力がたっぷり詰まったツアーを鳥栖市でご覧いただけます。楽しみですね。では日時などを教えてください。3月13日日曜日18時開演で、鳥栖市民文化会館の大ホールで開催されます。チケットは現在好評発売中で、全席指定6000円、鳥栖市民文化会館3メッセ鳥栖で販売しています。では次にご紹介いただける催しは何でしょうか？はい、こちらもまずはこの曲を聴いてください。この曲はあのグループですよね。そうです、あのグループです。テレビなどで活躍している氣志團のデビュー15周年の記念ライブが鳥栖市で開催されます。氣志團は大胆な風貌とパフォーマンスで一躍話題沸騰、さまざまなアーティストとのコラボレーションでも人気のグループです。彼らのデビュー15周年を記念するこのライブは楽しいステージになること間違いなしです。ぜひこの公演をお見逃しなく。ではこちらも日時などを教えてください。3月27日日曜日17時30分開演で、鳥栖市民文化会館の大ホールで開催されます。チケットは現在好評発売中で、全席指定6915円、鳥栖市民文化会館3メッセ鳥栖で販売しています。もう熱いステージになりそうですね。そしてまだまだイベントあるんですよね。はい、では次もまずは曲を聴いていただきましょう。この独特のボーカルはあのグループですね。そうです、ザ・クロマニオンズの鳥栖公演が開催されます。河本ひろとさん、真島雅俊さんを中心に2006年7月に結成されたロックバンド、今回のツアーはファンのみならずとも度肝を抜く内容で、全国47都道府県全70公演が行われます。開催は4月16日土曜日18時開演で、鳥栖市民文化会館の大ホールで開催されます。チケットは現在好評発売中で、全席指定5000円、鳥栖市民文化会館3メッセ鳥栖で販売しています。こちらも熱いライブが期待できそうですね。そして次は落語の公演のご案内ということですが、毎年恒例となっております落語公演ですが、今年は薩摩弁でおなじみの三遊亭歌之助さんによる独演会が開催されます。歌之助さんは古典新作両方の落語をこなし、特に新作落語はご自身の少年時代やお母様を題材にしたローカル感覚を生かした抜群の内容です。ぜひ皆さんの笑い声で会場をいっぱいにしてください。ではこちらも日時など教えてください。3月26日土曜日14時30分開演で、鳥栖市民文化会館の小ホールで開催されます。チ
チケットは現在好評発売中で、全席自由2500円、鳥栖市民文化会館サンメッセ鳥栖、鳥栖市役所売店で販売しています。先ほどご案内のあった騎士団のツアーの前日に開催されるんですね。こちらも楽しみです。もう一つ、鳥栖市民文化会館で開催されるフッペル鳥栖ピアノコンクール2015受賞記念コンサートも紹介いたします。昨年行われた第21回フッペル鳥栖ピアノコンクール2015の上位入賞者の中から12名がその腕前を披露します。今年は全国から参加者が集まるフッペル部門で第2位に輝いた実力者も出演いたします。はい、ではこちらも日時を教えてください。3月21日休日の月曜日、13時30分開演で、鳥栖市民文化会館の大ホールで開催されます。入場無料でご覧いただけますので、ぜひご来場ください。これまでご紹介したコンサートについては、鳥栖市民文化会館電話0942853645へお問い合わせください。はい、3月4月は鳥栖市民文化会館で多彩なイベントが開催されて本当に楽しみですね。その他にもイベントが開催されるようですが、はい、次にご紹介するのはみんなの音楽祭 in 鳥栖です。はい、みんなの音楽祭 in 鳥栖、こちらはどのようなイベントですか？鳥栖市の障害者理解促進事業の一環として開催されるもので、市内のさまざまな団体がリレー形式で音楽イベントを行っていき、昨年も大変好評をいただいております。はい、では日時や場所など詳しく教えてください。3月20日日曜日11時から15時30分までフレスコ鳥栖1階ウェルカムコートで開催されます。観覧自由となっておりますので、ぜひいろんな団体の皆さんの素敵な演奏を楽しんでください。詳しくは社会福祉課電話0942853642へお問い合わせください。3月4月にかけて開催されるたくさんのイベントをご紹介していただきました。そしてもう一つですね、市民の皆さんにぜひお知らせしておきたいことがあるということですけど、3月4月は就職や転勤などで引っ越しをする人が多い時期で、市役所での手続きも大変多い時期になります。そこで3月下旬から4月上旬にかけて、市役所で土曜日日曜日にも住所変更の手続きできる日を設けております。平日はなかなか手続きできないという方は便利ですよね。では日時を教えてください。開帳日は3月19日土曜日、20日日曜日、26日土曜日、27日日曜日、4月2日土曜日、3日日曜日です。時間はいずれも午前9時から12時までとなっております。はい、どんな手続きができますか？はい、転入転出転居などの住所変更、印鑑登録、住民票、戸籍、印鑑登録証明書などの証明発行、所得証明などの納税証明発行などの手続きができます。一部当日中に手続きができない場合がございますので、詳しくは市民課電話0942853581へ問い合わせください。また毎週火曜日は引っ越しシーズンに限らず19時までこれらの手続きを行うことができますので、こちらもぜひご利用ください。日中はなかなか手続きに行けないという方もですね、火曜日は19時まで手続きができるということです。
そして最後にもう一つどうしても告知しておきたいことがあるんですよね。はい、最後はサガントスです。はい、いよいよサガントスの2016年のシーズンが始まります。開幕戦はなんとあのチームですよ。あのチームですね。はい、開幕戦は2月27日土曜日14時からベストアミニティスタジアムでサガントス対アビスパ福岡戦が開催されます。鳥栖市もホームタウンとしてサガントスを全力で応援していきたいと思いますので、市民の皆さんもぜひサガントスに熱い声援をよろしくお願いいたします。もう今から本当に楽しみですね。ということで今回は情報管理課の勝木さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。